さて、物好きな皆さん、お久しぶりでございます。目隠しポケモン金銀の世界へようこそ。今日やっていくのは氷の抜け道です。氷の抜け道は金銀屈指の難関、いやー、目隠し赤緑も含めて、いや、もっとだな、目隠しポケモン史上最難関の場所なんじゃないでしょうか。ようやく来た。ようやく来た。さて、さて、記憶の整理をしましょう。僕が氷の抜け道で覚えていることと何をしなきゃいけないかを今一度まとめていきますか。まず、氷の抜け道について覚えていることをいくつか言っていきます。この氷の抜け道の中に秘伝マシン滝登りが落ちているということ、そしてこの滝登りを手に入れないとストーリーを進めることはできないということ、つまり絶対に手に入れなきゃいけないアイテムが落ちてる、まあ、それが滝登りだと。で、滝登り周辺のマップは覚えてる。いや、ごめん、語弊がある。覚えてるんじゃなくて映像として残ってる。いや、映像として残ってるも語弊がありそうだな。具体的には滝登りがあって、滝登りの技が落ちてて、技マシンが落ちてて、滝登りの左側に滑る氷のトラップがある。滝登りの直前の氷をどういう風に滑ったらクリアできるとかは覚えてない。なんか横に長細い、長細い、いや、そんなに長細くない、そこそこ長細い、横にそこそこ長細い滑る床があって、それをクリアすると滝登りがゲットできる。で、これをスルーして進めることも当然できる。まずここが一個覚えてるポイント。で、もう一個次覚えてるポイントが、出口、この氷の抜け道の出口はジャンプする。ピョイってピョイってジャンプしたら、ジャンプした先が凍った床になってるの。だから、ピョイってジャンプして、ツツーって勝手に滑って、そのまま出口まで行く。ピョイ、ツツー、ザッザッって言って外に出るのが、氷の抜け道の出口。これも覚えてる。で、他に覚えてるのは、上のフロアから怪力を落とす。そして落とした怪力が、下の凍った湖の上にボンって落ちてきて、その凍った湖の上をアイススケートして進む。ちなみに怪力で岩を落とさなかった場合、先には進めない。落とす岩の個数、多分3か4、3かもしれないし4かもしれない、これもわからないの、やばいよね。で、プラスそこだけじゃないから、滑るのって滝登りの前にもちょっと長めの横長の滑るところがあるし、怪力の上を落として滑らなきゃいけないところもあるし、多分他にも滑らなきゃいけないとか、ああ、あとあれだ、出口の近くにもピョイってジャンプして滑ってゴールに、その出口に出るっていう滑るところもあるし、多分ね、至るところに滑る場所があるんだよ。さあ、もう一度改めて言いますか。皆さん、地獄へようこそ。なんならここ凍ってそうなんだよな、もう。そこポケモンが出るってことは凍ってはない。よし、凍ってます、凍ってます。だって今までは下にボタンを押した瞬間にボンボンって言ったのよ。でもほら、ボンって言うのが遅い。上に押した瞬間にボンボンじゃなくて、上に押して数秒経ったらボンボンって言ってるから、これ今滑ってるんだよ。あ、待って、わかるかもな、これ。わかるかもしれないぞ、なんかわかりそうだな。だってさ、音しないもん、ボンボンって。って言わないってことは、ここ今陸地でしょ、歩ける陸でしょ、ここ。ここで、あー、出るね。オッケーオッケーオッケー。あ、いけるか。野生ポケモンが出るってことは、氷の抜け道突破してるわ。氷の抜け道っていうか、氷の床突破してるから、わかるな。意外とわかる。
や違う、意外と分かるんじゃない、やる前からネガキャンしすぎた結果、あ思ったほどだなって思ってるのが多分正しいわ。あ思ったほどだな、これだな、この感情が正しい。一旦はしごがありそう、ここら辺に。ああよかった、ポケモンがいるってことはやっぱり滑ってはないから、多分ここにはしごがありそうな感じ。ないな、いやこっち行ったら戻っちゃうよな。ん、どういう地形してるんだ。ここは行き止まり、でもポケモンは出る、凍ってない。ポケモンのマップで入って右に行って氷の床があって上に行って行き止まり、はしごだろあるなら。ん、これ滑ってんのかな、ここ。ん、なんか野生ポケモン出ないような気もするし、ただ野生ポケモンが出てないだけのような気もするし、凍ってんのか、一旦凍ってる前、いや、ん、凍ってる前提で考えるとしたらどんなマップなんだこれは。あ、ん、なんかやっぱおかしい気がするんだよな、ここなんか。あのね、多分見てる人には分かりづらい、なんか指の感覚がさ、なんだろう、ボタンを押してからボンボンって言うまでにラグがある気がするし、いやでもこれで全然滑ってなかったら、な、何言ってんだこいつってなるかもしれないけど、なんかラグがある気がするし、ボンボンって言うまでし、あともう一個なんだっけ、なんか違和感あったんだよな、なんだっけな、ボタンを押してからボンボンって言うまでの違和感、あともう一個なんだっけ、なんかどっかに凍ってる場所ありそうなんだよな、ここら辺。ん？えぇ？いや、凍ってないだろ。でも凍ってなかったとしたらさ、ここで行き止まってどうすんの？階段探すか、ポケモンで、あーオッケーオッケー、そうだよね、ここはね、なんかいい感じのあれなのよ、凍ってなさそうだなっていう感じなんだよね、ここ多分ボンボンって言わないからなんだと思う。そうボンボンって言わないから、押した分だけちゃんと進むんだよね、ここは。だからここは凍ってないんだよ、凍ってないんだけど、なんかこの行き止まりの左側に1マスだけ凍ってる床がありそうな気がする。1マス、わからん、わからん、やばい、いや待って、この感情になると精神おかしくなるとダメってバッチャが言ってたから、一旦この冷静に行く。ああ、行き止まりか、行き止まりっていうか細い道だね、2マスぐらいの道だ、ここ2マスの細い通路があるんだ、縦に長い2マスの通路って考えるとやっぱりちょっと膨らんでるんだよな。ここ1マス目、2マス目、3マス目、3マス、今まで2マスだったのに3マスの広い空間になってるんだよね、ここが。ん？なんかやっぱここ滑ってる気がする、なんかここ左でしょ、石でしょ、石でしょ、上に行った瞬間すぐ左に入力してみていい？すぐボンボンって言ったら、ここ滑ってない、わからん、ちょっと待ってよ、下に行った瞬間すぐに左に入力する、なんか滑ってそうかな、いやでも素早く2回ちゃんちゃんってやらなきゃいけないから、その方向転換、その主人公がさ、この主人公がさ、左に進む時ってさ、左に1回押す、でもう1回押す、それで初めてボンって言うじゃん、2回俺は細かくさ、タンタンって押さないとさ、ボンボンの音聞けないわけじゃん、って考えたらラグが滑ってるんじゃなくて、ただのお前が入力遅いだけだよみたいなっていう説も、いやー滑ってそうな気もするし、俺の入力が遅いだけの気もするし、
逆に滑ってたとしてさ、多分滑ってたとしてそんなに広くないんだよね。多分 2,3 マス分しか滑ってないのよ多分ここ。仮に滑ってたとしてね、どこ行けって感じじゃない。次の向かう先どこ。下はない。下は俺が通ってきた道だから。上はある。上には無限に広い。左もまあそこそこ無限に広い。でも左に行きまくることは多分ない。スベシティが、いぶきのジムが右側にあるから基本的には右目指せばいいのか。あれだよな、上と右に、上右上右上右って言っていけばいいのか。で、あ、そろそろ氷の抜け道の折り返し地点だなと思ったら、今度は右下右下右下って言っていけばフズベシティに到着するんか。本当か本当かこの理論で。まあ話元に戻すと、ここって凍ってる？普通の床？若干凍ってそうな気はしてるけど、自信はないし、仮に凍ってたらどんな形なのかもわからない。ただ右上を目指せば行ける？俺は右上を目指せばフズベに行けるのか。氷の抜け道自体は右上右上右上って行けばいいのかもしれないけど、このもし今滑ってたとして、この凍ってる場所が右上に答えがある、右上にゴールがあるのか左上にゴールがあるのかは分かんないよな。下かもしれない。あ、でも、あ、ポケモン出てくるってことはもうポケじゃ滑ってないじゃん。ここ氷の床じゃないじゃん。じゃんここ氷の床じゃない。俺はただ普通に歩ける場所でとぼとぼ歩きながら、ここって氷の床かな、右上かな、左上かなって言ってた、ただのやつじゃん。今どういう動きしてるんだろう俺。あ、分かった。俺さ、ここでめっちゃさ、なんかシェケダンシェケダンってしてさ、ポケモンが出てきたらここ氷の上じゃないじゃん。逆にこういうこと、これで、あ、出るわ。出るってことはここは氷の上じゃないわってことは、でここのマスは大丈夫。左に一歩ずれる、左に一歩、はい、いや左向く、左に一歩、はい、でシェケダン出るってことは、ここも草むらじゃない、草むらじゃない違う、氷じゃない。まず下向く、はい、これで左向く、はい、で左にもう一歩進む、はい、ここでシェケダン、で氷、いや氷じゃなかった、ここでポケモンが出ないってことは、これ出てないじゃん。出るやん、もうもう出るやん。え、氷の床の場所探すのやばいんだけど、本当にやばい。あ、出るやんな、ポケモン出るやん。じゃあ氷の上じゃないわ、まだ。ほな氷の上ちゃうか。出るな、やばやば、気が遠くなるぞ。これ滑ってそうじゃない、滑ってるわとかじゃなくて、これもう完全に滑ってそうじゃないっていう決めつけなんだけど、なんか滑ってそうじゃない、これ。どうしよう、みんなからしたらただ一歩ずつ歩いてるだけの主人公が映ってるだけかもしれんけど、俺からしたらもうここ滑ってんだよ、なんか滑ってんだよここ。ニコ動で目隠しポケモンをやってた先人は一体どうやってここくり抜けてるんだ。一旦さ、入り口戻っていい？俺戻れるんかな、ちょっと確認したくね。俺って入り口戻れるんかな、これ俺戻れてる？俺今脳内だと入り口なんだけど、ここでザッザッって言って外出るんだけど、行くよ、下ザッザッって言って外出るよ。まあ、出ないってことはそういうことなんだろうな。なんかここ滑った、ここ滑ってる気がするな。今入り口の前の大地か、凍った場所のことを氷って言うじゃん俺。ちょっと今後さ分かりづらいから、凍ってるところを氷、凍ってないところ大地って言うわ。ここ入り口の前の目の前の大地か。あ、おお、あ、オッケー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 、じゃあじゃあいいわいいわ、よし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 、出れるんだ出れるんだ、ちょっと自信ついたぞ俺、出れるんだ外に。あー、オッケー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 、自信ついた、じゃあ自信ついてきた。まあこういうね、小さな成功体験を積み重ねることで子供は自分の中で自信がついてくるんだろうよ、子供たちは。なんでこういう成功体験をまず積ませてあげる。いきなり難しいことをさせちゃダメ、子供たちには。まずはちっちゃいできそうなことをして、そして褒めてあげる、よくできたねって、よく戻れたね入り口まで、そう褒める、まずは。そして小さな成功体験を積ませることによって大きな山場を越えることができる、そのどんな困難にも立ち向かえる子供ができるということで、いきなりでっかいことさせちゃダメだから、まずは入り口に戻る。
じゃあ高評価は皆さん押してくれたでしょうか。まあ今日別にそんな活躍することをやってないんですけど、ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。よいしょ。